ミスターババロ、君とのタッグでは果たすことができなかった最強タッグ優勝、その夢を君の王者の魂が乗り移ったチャレントを果たす、自分にとってラストチャンス、我こそはスタン・ハンセン。10年ぶりの優勝を狙うハンセンが今年パートナーに指名したのはハンウェイ・アキラでした。新調したガウン、その背に描かれたこの絵は馬場が生前に最後に描いたハワイの海に沈む夕日。馬場さん見守ってください。ハンセンと組んで馬場さんの一周忌に最強タッグ優勝を報告します。5勝1敗1引き分け勝ち点11、暴れまくるスタン・ハンセン。リングの中にはコバスと秋山。さあ今1900年代最後のシリーズ最終戦、99世界最強タッグ決定リーグ戦、対戦の時を迎えました。本日のメインイベント、99世界最強タッグ決定リーグ戦優勝決定戦、時間無制限一本勝負を行います。ラウコーナー300ポンドスタン・ハンセン、ラストチャンス、スタン・ハンセン。270ポンドタウエ・アキラ、王者の魂継承タウエ・アキラ。ラガコーナー250ポンド秋山純、爆心した一年の総決算秋山純。270ポンド秋山、それを迎え撃つ田上ハンセン組です。ハンセンの逆転、そしてちょっとなら負けていない小橋です。さあ1万6300人日本武道館、1900年代最後の試合、ハンセンコール、そして小橋コール、ほぼドブドブであります。ニュートラルコーナーに追い込んだハイキック、そして首投げ。放送席の方には先ほど試合を終えたばかりの三沢光晴選手に来ていただきました。三沢さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。小橋がリングの下です。さあその秋山と田上、鉄柵攻撃、16番に見えるハイキック。さあ三沢さん、はい、序盤から乱戦となっているんですが、そのあたりどんな心理を感じますか。タウエがね、気合入ってるのが分かりますよね。でもね、ハンセンも気合入ってますしね、ちょっと気持ちが押されてますね。そうですね、はい、ゴングが鳴る前からこのハンセンが突っかかりました。さあハンセンからタウエのスイッチです。さあそして竹内さん、はい、タウエのガウンご覧になりましたか。見ました、素晴らしいですね。まさに馬場さんの魂を感じますよね。そうですよね、王者の魂継承タウエが来た。これですね、16問に見えるハイキック。さあカバーします、ファーストカバー、2で返します。こちらがスタン・ハンセン、全日マット初登場は1975年、四半世紀経ちました。そのハンセンが見つめる先にパートナー田上、ツーカウントです。序盤から小橋、秋山組、ディフェンディングチャンピオンが押される体勢となっております。そしてスリーパー、リングのほぼ中央であります。そして三沢さん、はい、三沢さんもこのリング戦出場されたわけなんですが、はい、田上組、田上ハンセン組、そして小橋、秋山組、双方のチームの印象を聞かせてください。そうですね、ハンセン、田上組はちょっと、エンジンかかるの遅かったんでね、ちょっと不気味な存在だったんですけどね、はい、後半、やっぱ結果的にはやっぱり上位に食い込んでたっていうね、さあ田上からハンセンにスイッチであります。さあ何やら雰囲気がらりと変わりました。スタン・ハンセン何を持ってくる。リングの中央、レンバスターの体勢です。捕らえる小橋、小橋も打とうとしています。早くも振ってに達している日本武道館、99世界最強タッグ決定リーグ戦優勝戦、リーリフトを一つ見せました。さあリングの下です、
そして三沢さん、はい、三沢さんはこの新潟大会で田上選手にエメラルドフロージョンまで出したんですね、はい、そうですよ、やっぱりあそこはどうしても勝っておかなきゃいけないところだったね、残念ながら三沢さんのチーム三沢小川組4勝2敗1引き分け、わずか1点取りずこれの優勝戦に駒を進めることはできませんでした。そうですね、さあ場外戦です、感染が伸びています、そして田上が攻守を接する、いや竹内さん、はい、このタックス戦でこれだけ序盤から飛ばすというのをあまり見たことないんですか。飛ばしてますね、どっちも相当やっぱり優勝意識してますね。そうですね、そしてどうでしょう竹内さん、このスタンハンセン、もしかしたらラストチャンスかもしれない、そんな声が聞こえるんですか。あ、それだけにですね、何が何でもやっぱり優勝をされたいところでしょうね。そうね、一方の小橋明山組 V2 を狙います、さあ場外戦、あーとジャッピングに顔面にヒット、クリーンヒット、ハンセン大ラジ伝統継承、田上ハンセン組、新時代のリーダー小橋秋山組であります。14年連続14回目出場のスタンハンセンです。さあハンセンを戻しました、ハンセン動けません、小橋がカバーに行こうというところこらえています、背中への一つを放ちました。そしてこの小橋組とハンセン組、公式戦では11月30日大阪大会で11月30日大阪大会田上ハンセン組に小橋組が敗れています。さあブレンバスターの打ち合い、さあ投げるか、140キロのスタンハンセン、もう一度体勢を入れ直した、上げた、どうだ、こらえます、ハンセンも意地があります、さあ上げた、ブレンバスターハンセンを投げていきました。小橋の底力ですね。そうですね、意地があります、小橋、小橋から秋山にスイッチ、5分経過、5分経過、早くも5分が経過しました。99世界最強タッグ決定リング戦優勝戦、小橋組対田上組、秋山が攻め込んでいきます。さあそして三沢さん、はい、逆にこの小橋秋山組の印象を教えてください。そうですね、やっぱりね、総合的にね、一番他のチームよりいいチームなので、ね、何も言うことはないんですけどね、はい、やっぱちょっと疲れが、ね、ちょっと見えていますからね、そうですね、そのあたり、次への黄色信号というところでありましょうか。さあカバーします、田上がカバー、カウントは2であります、顎のあたりを気にしています。そしてこの秋山、首そして右肩をこの試合このリリーフ戦で痛めています、ハンセンが伸びています。さあ田上がフォアパットに打ち付けた、顔面を強打しました。さあハンセン、これは先ほど何の攻防でしょうかね、ハンセンがうつ伏せ状態です。さあ田上はここ一人踏ん張りたいところであります。さあカンヌキニュートラルコーナー、カンヌキまだまだ絞り上げる、ぐぐぐっと絞り上げていきます。さあ激痛が走る両腕、まだ絞る、田上が鬼になりました。カンヌキスープレックス、完璧に今決まってましたね、ぶっこ抜きましたね、さあ田上予知ドロップ、ロープに邪魔されましたね、サードロープでしょうか、尻餅をつくような状態になりましたが、秋山にどれだけのダメージがあったか、リングの外に落としました、場外戦、さあ場外です、ごよめいてきました日本武道館、ものすごい音がしました。あ、そしてマットを離しています、マットを離した、優勝をもぎ取る、優勝をもぎ取るためには鬼になる、 DDT 脳天空打ち、垂直に突き刺さりました。さあ序盤からラッシュを続けているんですが、ディフェンディングチャンピオンの小橋秋山組としては竹内さんいかがでしょう。ちょっとエンジンが今かけにくいところですよね、さあハンセンです、今度はハンセンです、記録を割れたダンプカー、今年こそは優勝をかっさらいたい。そして戻ったところに田上、三沢さんいかがですか、この連携というのは。そうですね、まあ、さっき小橋秋山組流れ向いたと思ったんですけどね、またちょっと取り返されましたね。そしてこれ田上がねじ込んでいきます、首を固めています、顎をロックしています、捉える秋山、そしてこの小橋秋山組、この最強タッグ優勝戦は世界タッグ戦である、そう小橋は試合前に語っていました。このあたり竹内さん、どんなシーンでしょうかね。これはですね、やっぱり世界タッグ王者としてのプライド、それとやっぱりこの最強タッグの優勝の重みをいかに多く感じているかですね。エンタイギリー、長い
田植えのデビュー戦をこの小橋は鉄柵の外で見守っていました。雑草魂、その魂でここまで来た小橋健太。さあ田植えからハンセンにスイッチ。おっと、右膝のサポーターを下ろしました。膝蹴りが顔面にヒットしています。左目のあたりでしょうか。モンドに打ちました小橋。強い者がベルトを巻けばいい、そう語った小橋。第40代の世界タッグ王者でもあります小橋秋山組。今年こそは優勝を狙っているスタンハンセン。ニュートラルコーナーに追い込みました。逆水平チョップ、ハンセン崩れました。ハンセン崩れました。日本勢沈みましたね。ハンセン不沈感が沈む。そしてエプロンサイドに出てます秋山が狙った。今のは2位ですか。2位ですね。ハンセンを狙っています。さあ、大ブーイングの中カバー。ツーカウント、ツーカウントです。この辺りラッシュをかけてきました小橋秋山組。カバーズ落とし、ここでカバーします。カバーします。カバーしています。ツーカウントです。今のは三沢さん、カバーズ落としからカバーに行ったんですが、この辺りどんな考えがあるんでしょう小橋は。いや、カバーできるとは思ってないでしょうけどね、スタミナロースではね。そして赤コーナートップ秋山、ダイビングエルボー、うつ伏せのハンセン。ハンセンを起こした、危ない、沈むか。サードロープです。まだ見てますね、ハンセンも。そうですね、このハンセンの、まあ、魅力といいますか恐ろしさ、ゆったりしていると見せかけて、武井さん、ショートレンジ一発もありがありますからね。ウエスタンラリアットを引っ提げて四半世紀戦っているこのスタンハンセン。この左腕がその鎌首を持ち上げたとき、1999年千年期最後のチャンピオン、その称号を手に入れます。おっと、連続した。おっと、ショルダースルーして場外、場外荒れてきました。10分経過、全く休みのないこの10分間。小橋が追っている。小橋が来ました。小橋が来た。田植えに、田植えに来ました。さあ、場外で何をする。田植えを振り返した。王者組、怪しい。全く予想がつきません。そして、秋山をトップロープ越しです。エプロンサイドから。プレンバスタの体勢。投げ込みました。前日のブルーのマット。返しています。2カウント。余裕で田植えにスイッチしました。しかしやっぱり押してるのはハンセン田植え組ですよね。自分にとってもしかしたらラストチャンスかもしれない、その99世界最強タッグ決定リーグ戦、パートナーは田植え明です。トップロープを使ってのギロチンです。さあ、秋山の動きが少しずつ鈍っているようにも放送席からは見えます。田植えがエプロンサイドからコーナーのトップに立った。飛びましたよね。まあ、格好的には格好いいとは言いませんけどね。しかし田植え、田植えなりの良さを出しました。さあ、田植えが抱えている。ハンセンがゆっくりと近づいてキック。まずこの辺りは余裕でしょうか。なりふり構えないでやってますね。そうですね、暴れまくる50歳、スタンハンセン、カバーします。マット、危ない、ツーカウントです。負けたらベルトの返上、小橋秋山組。世界タッグのベルトを取っている以上、この最強タッグ優勝、それは義務であります。バックドロップ、待機時間が長かった。秋山がカバーされました。リングのシュート、竹内さん、これはどういうことでしょう。ブーイング、ブーイングですね。ハンセンの攻めを支持しているわけですね。そうですね。さあ、何やら不穏な空気に、あ、一発キャイを入りました。不穏な空気に包まれ始めた日本武道館。コーナーの小橋を気にしながらダブルの攻撃、バスター。合体技、このリング戦を通じて身についてまいりました。田植えハンセン組、カバーします。先ほどから小橋組がカバーした場面というのは ほとんどないですね。ないですね。さあ、なおもハンセン田植えにやっぱ優勝が見えてきましたよ ね。さあ、抱え上げて、それをどうする。前に落とします。秋山が小さく見えます。さあ、ガッチリ入っている。
三沢さん、はい、タウレハンセン組の怖さというのは何ですか。そうですね、お互い一発持ってますしね、やる気十分ですね今日は。でもそうですね、入場からのあのハンセンの暴れっぷりを見ても気合が入っているハンセン。そしてこのタウエです。バックボタン、ダキヤマ振り返せ、エルボーで離しました。離れました、タウエ距離を取った。ここはキヤマがキックの防戦、ミサイルキック、セカンドロップから、さあ小橋、小橋見てタッチ成立、逆水平、逆水平とノーティングのショップ打ち合いだ。顔面を潰してロープに振られたのがハンセン、タウエ逆水平です。重みのあるさあスピードのハンセン、もう一回ローリングの手下げに、ローリングスポット、ローリングの手下げに、ハンセン、ハンセンが小橋の打撃戦。さあこれはハンセンコールか、小橋コールか、あっちゃエルボー小橋だ、ハンディングショルダー、秋山とハンセンが下です。ジャンピングには小橋、荒れてまいりました。99年、さあ DDT、 ハンセンが下です。タウメイが1人、さあ小橋、王者組としては今が攻め立つ、試合を決めるか、これは山場ですね。さあ持ち上げるか、小橋負けたらベルト返上、意地がある、ガッチが入った、パワーボム、カバーに行きません、まだカバーには行かない、ギロチンドロップ、まだカバーに行きません。さあ頭を持ちました、ボディスラム、この位置は1900年、はい、最後の試合、最終戦、さあハンセンが来た、ハンセンが乗りました、モンサルトを狙った小橋、タウエ復活、秋山がまだ下です、小橋が1人、さあ勝っていますが、バックドロップ、いや攻守が目まぐるしく入れ替わります。15分経過、さあハンセン試合を決めるか、アクセルベタ組ブレンバスター、投げっぱなしました。さあ過去14回連続出場、ボディープレスを見せたハンセン、140キロが降ってきました。ヘッドバット、三沢さん、このあたりハンセンの意地というものが伝わってくるんですか。スタミナの衰えが全然見えませんね。15分を経過しました、まだまだ健在、それを見せたいハンセン、ハイキックで防戦、バーニングネックピカードラップ、さあ秋山が手を伸ばしている、秋山です、ドロップキック、反対のコーナーまで飛ばされました、ジャンピングに、さあノーザンが、ノーザン、スタンハンセンにノーザンライト、アウトをした一つで返したということはまだまだですね、まだまだ力残してますね。さあ一と一のぶつかり合い、ニーリフト、ジャンピングに合わせています、ハンセン危ないぞ、その位置危ないぞ、今のエルボーの打ち合いいかがですか。いやよく耐えましたよね、いいか、秋山はよく耐えましたよね。なるほど、上からの攻撃やっぱりきついものがありますんでね、さあそのハンセンの攻撃を受けてのこのパワーボー落とした、カップに入った、入った、小橋のカットにブーイングです、なんということでありましょうか。2連覇を狙う小橋秋山組、ダブルの攻撃だ、小橋をロープ振った、ダブルのショルダーです、重みが違います。あ、これちょっと目線下げてる、辛いですね。さあタウエ、そして秋山、距離を取った、バッキー、そしてバックに回った、小橋がリングの下だ、投げ捨てジャーマン、投げ捨てジャーマン、さあストッピング攻撃が起きている、日本武道館、試合を決めるのか、あ、これはエプロンか、この場外に落とした断崖のドア、小橋が来た、小橋がタウエのもとに、そしてそのもとにスタンハンセン、さあ舞台は整った、
断崖などは発射なるか。脳天へのチョップ振り下ろす、ガッチリ入っている。さあ断崖などはこらえた、こらえました。エルボーですか今の。ですね。しかしそのちょっと場外でののどは王者組の劣勢が続いています。さあカウベイが先にリングに戻りました。ハンセンが木山を戻します。さあダメージどうか、カバーします。片指小橋のカット、伊沢さん、この小橋のカットへのブーイングというのは珍しいですね。そうですね。試合を決めるのか、ミレニアムを笑って迎えるのはカイベハンセンか。こらえます、のど輪をこらえています。あっとキックで離した、リングの中央こらえた、ロープをつかみました。ハンセンが来た、ハンセン来た、スタンハンセン、さあ命綱が切れた、のど輪落とし、1秒念願の優勝まで。さあウエスタンラジャットのシグナルだ。あジャンピングにラジャット、すごいな、ハイキック、小橋にもロール刻みに。さあタイムエクスポイダー2連発、カバーした、カバーした、チャンスですね。さあ王者組、さあチャンス到来、 V2 なるか、エンズイエの2位を当てた。さあリストクラッチ、リストクラッチ、リストクラッチ、エクスプローラーカウント3、バーニング2連発成功、小橋脇山にミレニアム到来。2000年もバーニングの炎が燃え続けます。が2連覇達成、世界タッグ王者組、そしてディフェンディングチャンピオンの小橋秋山、ハンセン・タウエを下しました。20分と15秒激戦を制しました。ハンセンの夢叶わず、秋山と小橋、1900年代最後の王者はバーニングでした。三沢さん、はい、率直にこの20分15秒振り返ってください。はい、あ危なかったですね、小橋を秋山にね。いや、よく勝ちましたよね。ハンセン、タウエが頑張りましたよね。いい試合でした、本当に。竹内さん、はい、シリーズ前のタウエ、ハンセン、タウエ、いかがでしたか。いや、本当最後の最後まで素晴らしい試合を見せてくれましたね。そしてガッツポーズの勝者、さらにハンセンとタウエが健闘を称え合っています。タウエ参戦組準優勝、激闘を制しましたバーニング。あ、そしてハンセンコールです。ジャイアントババ最後のライバル、そしてジャイアントババ最後のパートナー、サーハンセン。1990年代にまた1回優勝することはできませんでした。熱い抱擁を見せるタウエ、そしてハンセン、このハンセン・タウエ組へもこの1万6300人日本武道館のファンから温かい拍手を送られています。嬉しい祝福ですね。そうですね。そして天に届けテキサスロングホーン。引き続きまして99世界最強タッグ決定リーグ戦表彰式を行います。日本プロレスの1900年代は終わりました。全日本プロレスにとって来るべき2000年は世紀末ではなくミレニアム、新しい1000年の始まりです。1900年代最後の激闘を制した99世界最強タッグ決定リング戦、優勝は小橋秋山組、見事な2連覇でした。こちらが準優勝のタウエ参戦組。このリーグ戦勝ち点トップで最寄りの優勝戦に進みました。しかしこの優勝戦健闘を及ばず2位に終わったタウエ・ハンセンです。
田上彰、この試合馬場が生前に描いたあの絵、ハワイの海に沈む夕日、それをダウンに身にまといました。王道継承、田上なりの結果が出たかどうか、それは来るべき2000年に花開くことでしょう。さあ、花道のファンにもみくちゃにされながら選手たちが続々とリングに上がっていきます。オブライトの姿です。そしてウルフの姿、熱い抱擁。優勝した秋山、そして小橋も手を挙げました。この最強タッグの、まあ、一つのいいところといいますか、この激戦を制して、それもノーサイド、あとはこの健闘を称え合う王選手の姿、戦いを行うこの爽やかな場面ですからね、これがやっぱ最強タッグのいいところですね。先ほどまで先立っていたこの選手たちが一つの輪になっています。続きまして、デイリースポーツ賞、大森隆夫、高山義弘組、デイリースポーツ宮本報道局長より、特技長より、記念盾が贈られます。暴れまくった、言いたい放題、やりたい放題の1年でした。大森隆夫組です。大森隆夫組、井上隆夫組、第68代のアジアタッグ王者として、この最強タッグ出場。続きまして、スポーツ日本賞ギリー・オブライトウルフ・ホーク・フィールド組には、スポーツ日本スポーツ部長落合石ヶ様より記念盾の贈呈でございます。2000年以降の活躍が期待されます。苦しいリーグ戦でした。オブライト中間ファイト賞、大森隆夫・高山隆夫組には中間ファイト東京選手部長榎本義人様より記念盾が贈られます。大森隆山、一時は世界タック、そしてアジアタック、タック3冠、独占しました。続きまして、大学タイム賞、ベイダー・ジョニー・スミス組、大学タイムス、樋口運動部以上より、記念盾が贈られます。ベイダー・スミス組、24時間前までは優勝候補でした。三沢ミサール、小川吉成組、8月には三沢6冠を、そして小川4冠を、一時は全日のベルト10本独占しました三沢小川組。続きまして、技能賞、三沢美沙春、小川吉成組、週刊トーク、金沢編集者より記念盾が贈られます。シングル戦としてはこの三沢、2000年の3冠挑戦、近いうちに訪れるでしょう。そしてジュニアチャンピオンの小川です。続きまして、関東賞、ベイダー・ジョニー・スミス組、週刊プロレス、浜田編集者より記念盾の贈呈でございます。昨年のベイダー参戦組、それに劣らぬ旋風を巻き起こしました。優勝候補の一角を担っていたベイダー・スミス組です。続きまして、祝意賞、田上彰、サン・ハンセン組、時は大きな歓声です。主君賞、田上ハンセン組。竹内さん、やはりハンセンへの応援多いですね。多かったですね。馬場が残した王道、それを破る、そんな決意が見えました田上。そしてハンセン、日本テレビメディアキャンプ参上、大馬場大馬場より優勝賞金1000万円並びに大トロフィーが贈られます。見事な2連覇でした。小橋健太、秋山神組、一足早いクリスマスプレゼントです。99世界最強タッグ決定リーグ戦、優勝チームは小橋健太、秋山神組でございます。1900年代最後のオリンピア、その激闘を制したのは小橋健太、秋山純です。昨年タッグ結成わずか3ヶ月。おこれもいい光景ですね。いい光景ですね。先ほどまで戦っていた者同士が、暴れる、暴って
年越しか。溜めて溜めて溜めて、それを吐き捨てるように暴れまくります。田上がなだめます。2年連続で小橋組に敗れました。優勝戦を落としたハンセン、その悔しさ、それは人一倍感じていることでしょう。しかしこれがハンセンのまた生き様なんですよね。またこれでハンセンがただでは済まないと、またやり返してくれ。もう2000年リベンジへ向かってのです宣戦布告でしょうね。本日は最後までのご安全誠にありがとうございました。最強のタッグチームが決まりました。見事連覇達成、小橋秋山組です。まず小橋さんにお話を伺います。厳しい試合でしたけれども本当に見事に制しました。ありがとうございます。もうこの世界タッグ王者の名に恥じない見事な優勝だと思います。そうですね、はい、今日負けたらもうベルトは巻かないつもりだったんで、本当に嬉しいです。はい。そして秋山さんに伺います。秋山さんおめでとうございます。ありがとうございます。連覇を決めた今年、今日の試合は秋山さんが決めました。公式戦で負けてるんで僕は絶対決めると思います。去年優勝を決めた時には小橋さんと共に爆心しますという言葉がありました。まさにそれを実現しましたね。そうですね。さあ見事連覇達成の2人なんですが、2000年に向けてファンの皆様に一言ずついただきたいと思います。まず小橋さんお願いします。今年も、皆さんの応援に助けられて、いろいろ怪我とかありましたけども、皆さんに助けられてここまでやってくることができました。また来年頑張っていきますので声援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続いて秋山選手です。どうもありがとうございました。自分の夢に向けて走ります。ありがとうございました。素晴らしい連覇でした。小橋秋山組でした。見事な2連覇達成、小橋秋山組。さあそして小橋が何やら呼んでいます。しがと金丸の姿ですね。4人の活躍、そうですね、それに支えられました小橋秋山。バーニングサドリブミですね。しかしこの結束というのは強いものがありますね。それとこの優勝がですね、2000年にどういう弾みをつけるかですね。作戦はもちろん、どうですか竹内さん、この秋山も小橋ももちろん三冠戦、来年はこの2人がですね、三冠ベルトをかけて戦うような状況がですね、おそらく生まれることがあるでしょうね。ちょっと握手をしました小橋、そして秋山です。1900年代が暮れようとしています。来る